2番人から発表させていただきます。お願いします。おそらくね、この生放送ね、先ほどの中の新降臨の攻略とともに新興国コーナーに待ってましたよね。待ってましたよね。はい、こんだけ引っ張ったということはね、これゆかりだけじゃない話ですね。ここから先はね、いきましょうか。じゃあ早速、うん、やばいっすよこれ。星7再生進化実装。光だけじゃないですよ、はい、主人公6人が星6から星7へということで、はい、ね、この再生進化に関してはちょっと中の人間の話になると思うんですけども、さらにこれはさっき種族は実装ということで、種族っていうのはどんな関係があったのか、本当に簡単ですね。本当にね。じゃあなんでこれね、再生進化で、まあ、まあ、あの実装内容なんですけど、なんで一緒にしたかっていうと、この主人公の再生進化に関わってくるんですよね。お、どうぞ。再生進化で光が人間妖精、光が人間魔物にってことで。これって、いわゆる光が妖精の、そのいわゆる人とかの、はい、しても妖精の仕事がかかるってことになります。おーおーおー。でさらに妖精とかそういうところにも妖精がかかると当然人間でもあるということで、そこでちょっと汎用性があったりとか、はい、はい、皆さんね、多分一番ね、期待してるっていうか言いたいものはこれだと思います。再生進化イラストスキル紹介。ちょっとね、時間長めにここで説明しましょう。あ、再生進化っていわゆる星6から星7の進化ってことなんですけども、初めてので、6人のイラストを公開しちゃいますよ。いいですか。どうですか。まずはこちら、あかねの火炎光士、あかねの再生進化、はい、いきますよ、どうぞ。おお、元のっぽくなってる。絵を描く講師あかねということで、ちょっと高野に説明お願いしますよ。はい、これなんかね、いますね、背中に見えますか。おお、おお、ラード合わせますね。はい、この食卓に合わせてる感じが、ラード合わせますね。やばいね、鳥肌立った。これどうなんですか。これはですね、一緒にいますね。一緒にいますね。そして、まあ、それだけじゃなくて、例えばちょっと、まあ、ネックレスを買ってきようかな。一個ね、本当これ多分それだったんですけど、本当にもう一個増えてます。誰かと思ったの。やばい。はい。いいかもしれません。そして、前が、この感じは小川ですね。なんで茜が亡くなってしまったのか、そことかまたストーリーとかが明かされれば、公開されれば分かると思うので、ぜひとも楽しみにしてください。なるほど、ね、正式名称は永久講師茜ですね。そうです、はい、なるほど。もうね、本当ね、この、まあ、この後思いに伝えしますけど、2番ゲート史上で本当に一番いい舞台が実施してます。はい、楽しみにしてほしいです。では続いて、じゃあスキルですね、はい、スキル公開しましょうか。こちらです。じゃあ、ちょっと高野に説明してください。はい、アクティブだろ、これ。うん、アクティブ。これね、しましょうか。一応、はい、みんな見てくれてるんですけども、まあ、最大1メートル刺さるから石アタックが1280までいきます。で、リーダースキルがペアフェンスライフシグノというところで、1ポイントが 2.5 倍、攻撃力が2倍っていう、はいはいはい、これ全然すごい強くて、本当に自分なんでいいのっていうレベルが本当に強いリーダーですね。で、ノーマルスキル1も、まあ、イグナイトをここからやっていい。
山の名前ですね。私の青音の再生シーンがいいですか。いきますよ、いらしていきますよ。こちらです。おー、未成年、わー、水球投資青音。
はい、リーダースキルは必ず大事なことで、まあ、この人の人間で選ばれる、このルーティングは、成績的に勝負で、最終進化状態の成績を得る。最終カドランチに選ばれるところで、まだまだ行きますよ、まだ行く、まだまだ行く。実際2枚がね、ここに行くことはどうした、新コラボ情報1です。 1? まずこちらで、初めてコラボで公表開催します。行きますよ、行きますよ、こちらの方です。超かわいい、超かわいい。誰ですかこれ、超かわいい。シリエット、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 シリ